探索を開始します。 これからだ。 テストだし。ってああ、まあ暗いから大丈夫だ。さ、差し点じゃないわよ。お二人とも進んでください。戦闘を開始します。 はい。
行くぞ。スイッチ。崩れた。いただけ。さてと。行くわよ、セット。ガンダー。はっ。は。行くぞ。はあ。は。よし、これで大丈夫だ。いつもありがとうな。せい、いつでも行ける。せい、せい、せい、た、た。戦闘を開始します。ミノクタ、早く。今だ。追撃します。さてと。それ。行くぞ。私の番ね。そこ、チャンス。もらった。とどめ。ふふん、今のはドンピシャね。お疲れ様。うん、宝箱か。私の番です。うん。僕の番だな。スイッチ。俺の番だな。はっ。僕の番だ。よーし、はっ。さてと。やあ。敵集団を撃破。先に進みましょう。
よくやったな。大丈夫か？
かせ、許すまじ。本当にすみません。そこで最後ですから。宝箱か。行くぞ。ミノクだ。早く。行くわよ。ふふん。どんなもんよ。よし、掴んだ。僕の番だな。
私の番です。ブリューナク起動照射、今です。もらった。俺の番だな。はっ。僕の番だな。はっ。よーし、はっ、崩れた。しゃい、よくやったな、ユーナ。ま、こんなものですかね。よし、やったわ。まだまだこれからだ。私の番です。ブリューナク起動照射。私の番ね。はっ、チャンス。とどめ。マイ。クーザ。崩れた。いただき。ありがとう。ふん、この程度か。各種ステータスアップです。どうやら区切りのようだ。
強敵だ。気をつけろ。負けないで。ありがとう。マイ。響け絶唱時神楽。マイ。いや。よし。我が太刀は聖。見えた。私の番です。回復します。アルジェンシール。俺の番だな。構えろ、防御陣、撤退。俺の番だな。行くわよ。とどめです。
俺の番だな。私の番です。やあ。ありがとう。行くぞ。
私の番です。行きます。俺の番だな。やありがとう。お返しさん、僕の番だな。壊せスレッジハンマー。行くぞ。俺の番だな。下がれ。崩れた。いただき。えい。バンダールが尊敬。とくと味わえ。いくぞ。とどめだ。ストライク。行きます。ブリューナク起動照射。今です。もらった。くっ、未熟な。私の番ね。少々危険です。ブリューナク起動照射。今です。もらった。まだやれる。行くぞ。突撃陣劣化。負けられない。いただき。迷宮死せ、我が立場せ。見えた。俺の番だな。聞くだ。僕の番だな。
見たか、バンダールの剣。僕の番だな。私の番ね。逃がさない。ファイヤありがとう。くっ、未熟な。マイル。行くぞ、突撃陣、烈火。俺の番だな。明鏡しず、我が太刀は聖。見えた。Thank you.
いつでも行ける。にぎやかだな。すみません。何、ワコード同士打ち解けて何よりだ。それに教官同士の結束も良きことだろう。どうやら次の演習地はさらに厄介な場所らしいからな。待たせたな。あ、ミハイル教官、お帰りなさい。え？君は？なんだ？出張ご苦労、ミハイル主任。そして殿下、ようこそおいでくださいました。いえ。突然の訪問、申し訳ありませんでした。トールズ士官学院本校所属、セドリック・ライゼ・アルノールです。この度は士官学生としてではなく、皇族アルノール家の人間として状況説明に参上しました。
リンさん。そうですね。昨年末の北方戦役の殊勲式は不在で申し訳ありませんでした。アルフィンから話を聞いて悔しい思いをしたものです。リンさん、よかったら少し時間をいただけますか。これまでのこと、これからのこと、いろいろ話したいことがあるんです。あの時のことは今もはっきり覚えています。グレンの魔王と一体となり暴走してしまったこと、そして青の鬼神の胸を貫いてしまった時のことも。海炎鋼の協力者とはいえ二人は力を尽くしてくれました。特にクロウさんは命がけであなたの道を切り開き暴走を止めてくれたんですよね。その結果クロウさんはずっと悔やんでいたんです。あの時僕に力あれば、何者にも屈することのない揺るぎない力があれば、海炎鋼に利用されず魔王に取り込まれることもなかっただろうにと。殿下。ですが今年僕は改めてトールズに入学しました。真に国家の礎たる人材を育成するため生まれ変わった本校に。これでも首席で合格したんですよ。それは素晴らしいですね。両陛下やオリバルト殿下、アルフィン殿下も鼻が高いでしょう。いえ、まだまだです。もっともっと強くならなければ。僕の弱さのせいで傷つく人をこれ以上出さないためにも。ああ、そうだ。そのためにも僕は。殿下。ですからリンさん、次の特別演習が終わったら本校に移ってもらえませんか。第二分校は悪くない環境ですが、それでも本校の二軍でしかない。
今年の本校は前途有望な候補生も多く、設備や教官陣もはるかに充実しています。若き英雄たる灰色の騎士が指導するならどちらがふさわしいか議論するまでもないでしょ。それはできません。え、自分には新たな7組をはじめ分校生全員を指導する役目があります。まだ着任して2ヶ月足らず、放り出すわけにはいきません。ですから申し訳ありません。皇太子の頼みであってもですか。恐れながら陛下の勅命であっても言えなければ、例えばこちらの指導の合間に本校の指導をしに行く、そんな形ならばお引き受けしますが。納得できませんね。で、殿下。クルト、ユーナにアルティナまで。やあクルト、久しぶりだね。え、半年ぶりか。会えて嬉しいよ。でもまさか君が第二分校なんかに入ってしまうなんてね。殿下、本当に殿下なのですよね結構背が伸びたから驚くのも無理はないか。まあ君の方は君の方で大変だったみたいだからね。長きにわたる皇族守護職からのヴァンダール家の解任、ショックだったのはわかるが、だからといって本校への入学を辞退することなどなかったんだ。ちょうどいい、君もリーンさんと共に本校に移ってくるといい。そして望み通り僕の護衛を務めながら切磋琢磨してほしい。政府の決定ごとき僕の一存でどうとでもできるからね。ちょっと君、何様のつもり？なんか似た制服を着てるけど関係者なわけ？いや、ユーナ、トールズ本校の制服ですね。こちらの方はセドリック・ライゼ・アルノール、ヘレボニア帝国の皇太子殿下であらせられます。え僕の顔を知らないとは、外国人か俗州民なのかな。クロウサギのお嬢さんも久しぶりだ。君の話はレクター少佐やルーファス卿から聞いているよ。まあリーンさんが本校に移ったら君が移ることも認めてあげよう。はあ、本校に移るって何それ。返事は後日、改めて聞かせてもらいましょう。いい返事を期待していますよ、リーン・シュバルツァー教官。
どうして。これはシバルサー教官。まだまだ。何のこれしき？
なかなかいい釣り場みたいだ。
んばんは、リスナーの皆さん。トリスタ放送が5月14日夜9時をお知らせします。アーベントタイムのお時間ですよ。ライノの花もすっかり散って、お天気の日が続いていますが、新生活に慣れてくるこの時期、憂鬱な気分になることも多いですよね。そんな時、私だったら思い切って週末にパーッと小旅行を計画しちゃいます。大市で有名なケルディックや経済特区ジュライデの買い物機構なんてのが私の一押しですが、やっぱり今注目したいのはあのクロスベル市でしょうか。一時期の情勢不安もありましたが、今はほとんど解消されて、去年は国内旅行の人気ナンバーワンだったとか。大陸最先端の街並みはもちろん、テーマパークミシュラムワンダーランドのマスコットミッシーなんかはもはや知らない人の方が珍しいくらいですね。グッズを見かけることも多くなって、私もつい行く先々で雑貨屋を覗いちゃいます。本場クロスベルの百貨店にはミッシーのアンテナショップもあるんだとか。ぜひとも覗いてみたいですね。さて、続いてはお便りのコーナー。デート在住、ラジオネーム公女殿下マジ天使さん。いや、しかしやっぱりミスティさんはミスティさんだな。僕もよく聞いていたが、軽妙でユーモアのある語り口もあの頃のままというか、途中から魔女だということも忘れてすっかり聞き入ってしまったよ。それについては昨夜僕が言った通りだっただろう。視察団と前後することになるが、現地での観察業務が始まったね。お互い忙しいだろうが、なんとか会える時間を作れないか。ああ、観察員は立場上政府の情報は伝わらなくてね。なんとなく見当はつくが、まあ憶測はやめておこう。それより皇太子殿下のご成長ぶりはデートでも話題になっているが、君をいきなり引き抜こうというのはさすがに驚きだな。
それはもちろん。トールズ士官学院本校所属、セドリック候補生以下3名です。第二分校の気候兵教練への特別参加を希望し参上しました。
第二文庫、せいぜい全力で来るがいい。本校のレベル存分に見せてあげますわ。分校の力見せてもらおうか。私の番で。私の番です。
もらったぜ。まだこれからだ。各種ステータスアップです。負けは負けですから、今日はおとなしく退散しましょう。クロスベルでの演習の準備を邪魔するつもりもありません。ですが、僕はあなたを諦めませんよ、リーン・シュバルツァー教官。ごきげんよう、第二の皆さん。今日は遅れを取ったが、次は負けん。精進するがいい。
なるほど、面白い変わりようだ。駒となるか指し手となるか、そなたはどう見立てる？そうですね、子供たちの一人としてどう取り込まれているか次第かと。ランクアップだな。褒美を渡すとしよう。ふふ、誉れなことだな。陛下からの賜り物だ。受け取るがよい。今後も期待させてもらおう。